シモン・ヌ・マチューは、フランスヌイ・イーシュル・セーの出身の女子テニス選手。旧姓、シモン・パスマールというが、1925年に、ルネ・マチューと結婚したため、旧姓と併用した、シモン・パスマール・マチューの名前で、テニス文献や優勝記録表に記載されることも多い。主に1930年代に活躍した選手で、第二次世界大戦の開戦直前までフランスの、 女子テニス界を代表する存在であった。年代的には、1926年に世界最初のプロテニス選手になったスザン・グランランの後に続くが、地元の全仏選手権で女子シングルスに勝を挙げる前に準優勝が6度もあり、なかなか運に恵まれなかった選手でもある。マチューが地元の全仏選手権で初めて女子シングルス決勝に進出したのは、先輩選手のランランが、 プロテニス選手に転校した3年後の1929年であった。最初の2度、1929年と1932年は、アメリカのヘレン・ウィルス・ムーディに敗れ、ここから、マチューの風雲の歴史が始まる。1933年の決勝戦では、イギリスのマーガレット・スクリブンに2から6、6から4、4から6のフルセットで敗れた。 1935年から1937年まで、マチューはドイツのヒルデスパーリングと3年連続で決勝対決をしたが、スパーリングに3連敗を起死した。なかなか全仏女子シングルス初優勝に手が届かないまま、マチューの準優勝は6度になる。ようやく1938年に、マチューは7度目の挑戦で、同じフランスのネリーランドリーを6から0。 6から1で圧倒し、祝願の全仏初優勝を達成した。翌1939年の決勝では、マチューはダブルスでパートナーを組んでいた。ポーランドのヤドビがイエンジェイオフスカを6から3、8から6で破り、大会連覇を達成する。ポーランド最大のテニス選手、イエンジェイオフスカは、自身3度目の4大大,大会女子シングルス決勝で、3度とも、準優勝に終わった。 全仏選手権の女子ダブルスでは、シモン・マジューは、通算6度の優勝を果たしている。初めての女子ダブルス決勝進出は1930年で、この時は、シモン・ヌ・バルビエとペアを組みながら、アメリカペアのヘレン・ウィルス・ムーディアンド、エリザベス・ライアン組に3から6、1から6で敗れたが、1933年と1934年に、ライアンとのペアで2連覇を果たす。 1936年から1938年まではビリー・ヨークと組んで3連覇を達成し、1939年はポーランドのイエンジェイ・オフスカと組んで4年連続6度目の全仏女子ダブルス優勝を飾った。最後の年となった1939年にはマチューとイエンジェイ・オフスカは女子シングルスで決勝を戦い、ダブルスではパートナーを組んだ優勝ペアとなったのである。 マチューとイエンジェイオフスカのペアは、1938年の全米選手権でも女子ダブルス決勝に進んだが、地元アメリカペアのアリスマーブルサラポールフリーグに8から6、4から6、3から6で逆転負けしたこともあった。 マチューは1930年から1939年まで、ウィンブルドン選手権の女子シングルスで10年連続のベスト8に入ったが、そのうちベスト4、入りが6度、ベスト8とマリが4度で、ついにウィンブルドンでは女子シングルス決勝進出を果たせずに終わる。女子ダブルスでは3度の優勝があり、1933年と1934年は、 エリザベス・ライアンとのペアで2連覇を果たし、1937年にビリー・ヨークとのペアで3年ぶり3度目の優勝をした。テニス経歴を通じて不運な準優勝の回数が多かったシモン・マチューだが、彼女が4大大会で獲得したタイトルの総計は13勝となった。これはフランスの女子テニス選手としてスザンヌ・ランランの21勝に次ぐ歴代2位記録である。 1980年1月7日、シモン・パスマール・マチューは72歳の誕生日を3週間前にして、フランス・パリのシャトー・イブリンで死去した。2019年、パリのスタトローラン・ギャロスの一角に収容人数5000人の新コートが新設され、マチューにちなんで、コートシモール・マチューと命名された。ありがとうございます。